You wanted to bone your daughter. That is wrong. Bad. Oh god, please don't be pervy shit. うん。父さんのやろうとしていたこと、私が絶対やり遂げるから。うん。だから見ててほしい。見てるよ。絶対見てるよ。 I think I might get the good ending. I think there's a chance. それは内緒にしとく。さてと、これでこの世界線への未練はきれいさっぱり断ち切れたから。 私は大丈夫。 IBN5100を手に入れてみせるから。 未来を変えるのは君たちにかかってる。私は荷物をこの秋葉原に絶対持ってくるから。そして君たちに責任を持って託すから。お願い。未来を。 それじゃ、35年後に会おうね。君たちにとっては数時間後か。あ、そうそう。タイムマシンが時間跳躍するとき、紫外線光がすごいから直視しない方がいいよ。
Suzuha! Kitto mata aou na! Boku sono togi made ganbaru kara! Ganbaru da nante tossa ni konna kotoba shika denakute jibun no vocabulary no injaksa ga iya ni naru kedo sa! Tonikaku boku wa ganbaru kara! Suzuha mo ganbatte na!今はさ、鈴葉は54歳になってるわけっしょ。自分の娘が30以上も年上になってるのって、見たいような、見たくないような変な気分だお。それどころか、結婚してもう孫がいてもおかしくないわね。54歳なら。That's a real time twister there. ひいおじいちゃんらしくドーンって構えてればいいと思うよ。 That's what grandpa's doing. ひいおじいちゃんって言わんでくる。 Don't call me おじいさん。
岡部。よし。なんだ。あなたか。なあ、うちのバイト来てないか。マユリ。なんか知ってんのか。あいつどこ行ったんだよ。ここ数日ずっと休みっぱなしで、次にいつバイト出るかわかんねえんだよな。携帯に電話しても繋がらねえし。彼女は実家に帰ると言っていましたが、もうここには来ないでしょう。何？そうなのか。あのガキ、雇い主である俺には一言もなしか。まあいいわ。こうして訪ねてきたのは、岡部、おめえに用があるからだ。俺に？これは？前に俺が世話になった人からの手紙だ。今日、お前に渡してくれって頼まれてた。え？誰だ？おめえこそ、すずさんとはどういう関係なんだ？この女性は今どこに？いや、10年前に亡くなったの。亡くなった？いくつぐらいの人だった？50は超えてなかったな。渡してくれて感謝します、ミスター・ブラウン。これもしかしてすずさん？マジで？なんで店長が？岡部凛太郎様、お久しぶりです。天音鈴葉です。橋田タイタンの娘です。あなたにとってはつい数時間前以来のことかもしれない。今は西暦2000年の6月13日です。これをあなたが読んでいる、大体10年前ということになります。結論だけ失敗した。
失敗した。私は失敗した。今は西暦2000年の6月14日です。これをあなたが読んでいる。大体9年前、10年前になります。失敗した。私が私だということを思い出したのは、ほんの1年前だった。恐怖の大王が落ちるとか言われてた日。バカだ。何が恐怖の大王だ。どうせなら落ちてくれればよかった。私はこの24年間、記憶を失っていた。覚えていたのは名前ぐらいだった。思い出したのはほんの1年前だった。恐怖の大王が落ちると言われて落ちなかった日。恐怖の大王なんてどこにもいないけど、私は死にたい。修理が完全じゃなかった。タイムマシンは不具合があった。私は1975年に飛んだ時、何も覚えていなかった。それを今になって思い出す私は真っ白で、どうしたらいいか分からず施設に保護された。今は一人暮らしをしているけど、それは橋田鈴というまっさらな人間として普通に生活してきただけで、天音鈴葉としての使命を完全に忘れていて、去年思い出した。失敗した。私は失敗。何が原因なの？タイムトラベルはうまくいかなかった。父さんの修理が完全じゃなかったんだ。でも父さんは悪くない。私が悪いんだ。すぐ1975年へ飛んでいればよかった。2010年に寄り道するべきじゃなかった。わがままを言ってる場合じゃなかった。これじゃ未来は変わらない。 IBM5100 は手には入れられなかった。ごめんね。私は何のためにこの年まで生きてきたんだろう。使命を忘れて、ただのうのうと生きてきた。こんな人生、何の意味もない。意味がない。意味がない。思い出さなければよかった。思い出せてよかった。君に謝ることができてよかった。許して。許して。私の計画は狂ってしまった。その原因をこの1年考え続けていた。そして分かった。私が1975年へ飛ぶのを1日でもためらわなければ、こんなことにはならなかった。岡部凛太郎、君はあのタイムマシンオフ会の後、1975年へ飛ぼうとした私を引き止めた。それはとても嬉しかったけど、でもそこで引き止めたのは失敗だったんだ。私はあの日飛ばなければならなかったんだ。あの日を逃したらダメだったんだ。引き止められたから、その夜に雷雨があってタイムマシンが壊れてしまったんだ。もしも時
間を戻せるならあの日の私を引き止めないようにしてほしい。そうすれば私は君たちに IBN5100 を届けられる。使命果たせる。私は使命を果たしたい。父さんと約束したから。父さんの意志だから。私の未来を変えたいか。ごめん。ごめん。ごめん。こんな人生無意味だ。だろう。タイムマシンを直したんじゃなかったのか。な、治ってたはずだよ。はずだけど、そもそもタイムマシンを直すのなんて初めてだったし、見落としがあったのかも。見落としたと。そのせいでお前の娘は24年間も記憶を失ったのだぞ。僕だって好きで見落としたわけじゃ。そうよ、二人とも落ち着きなさい。橋田はできる限りのことを精一杯やった。彼を責めるのは他と違い。お前はなんでそんなに冷静なんだ。こういう性格なの。悪かったな。とにかく落ち着け。ミスター・ブラウン。オカメ、例のラジカンの人工衛星消えたってよ。大騒ぎらしいぜ。そんなことより聞かせてください。ん？何だ。橋田すずさんの亡くなった状況について。知ってどうする。俺は今まで彼女の死について何も知らなかった。彼女の最後を知っておかなければならない。そんな気がするんです。そうしなくちゃいけないんだ。それがどんな最後だったにしろ、この胸に刻みつけておかないと。単なる好奇心ってわけじゃなさそうだな。で、もう一度聞くが、鈴さんとはどういう関係だ。古い知り合いです。
とても古い知り合いで、でも彼女と過ごしたわずかな時間は今もはっきり思い出すことができるんです。聞かせてください。あまり言いたくはないんだな。これから俺が言うことは心して聞けよ。いいか。自殺だ。自宅で首を吊ってな。俺が第一発見者だ。そんなことになる1年ぐらい前から精神的に随分不安定になってな。それまでは明るくて優しい人だったんだが、俺はあの人の家に下宿させてもらってたんだ。スズさんは天涯孤独だったし、葬式にはほとんど人は来なかった。寂しいもんだったぜ。さっきの手紙はスズさんが死ぬ1週間前に渡された。2010年の今日になったら岡部凛太郎という青年に渡してくれってな。スズさんは予知能力でも持ってたのかと思ったぜ。おめえが上に越してきた時はな。
get the hell out. どうするつもり？なんとかしなければならない。このままでいいはずはないんだ。クリス、お前は日付を正確に覚えている特技があったの？え？ええ、まあ。鈴葉の励まし会をやったのはいつだ？4日前、8月9日。オカリン、Dメールを送るの？でもそうしたら全部消えちゃうんだよ。Let's do this. それじゃ、35年後に会いましょう。君たちにとっては数時間後か。お願い、未来を変えてほしい。
four. Oh, shit. I didn't get a chance to see it. It said 409 something. Oh, it's back to 409. Okay, so it's now back to this one. 409-420. It's been a while since you've done that, buddy. Divergence meter's gonna be gone. Yeah. Yeah. Also, I should, save this. Oh, shit. I didn't save the choice. Alright, we're proceeding forward. Let me double check the quick load stuff. Yeah, I'm gonna go ahead and lock that one, in case I have to go back to it. Alright. Nope. More stuff to do. Daru. Yamanote sen wa tomatte iru ka? Ha? Iya, tomatte nai nja ne? Netto de shirabete kure. Cho 今いいところなのに。頼む。
やっぱ止まってないみたいだ。ありがとう。オカリン、誰か待ってんの？さっきからやたら下を気にしてっけど。For now. Mayuri. それにクリス。Noodles does sound good right now. Ima, anta, watashi no namae, futsuu ni yonda? Futari tomo, shokuji ga owattara kaeru nda. Mou osoi kara, okutte iku.岡部なんかに送ってもらわなくても一人で帰れるんだけど。いいから。ダルも支度しておけ。え？僕も？Oh, that reminds me.
Okay, so the gelatin hasn't been sent. And neither has the doll head. So that's always good. Don't listen. Wait a minute. So, hold on. Don't listen to I am not seeing the mailbox or the email that Okabe would have sent himself to change the future. I just see that one. So that's not a bug, but probably something that's been overlooked by the devs. Still all that. Outbox. Oh. Yeah, I think the phone doesn't actually change. Because this should be in the inbox, then. So yeah, the phone message sent should also be gone. Whatever. I'll live. I'll just have to not think about that. It's fine. It's fine! ゲームオーバーにでもなったのか。それはあるかな。今日のオカリ、なんだかいつもと違うような気がするよ。言っ
そうか。どうかしたの？俺は何も変わってはいない。今もお前の顔を見ていたのか。いかに世界に混沌をもたらすかを考えていたのか。本当に無理してない？この狂気のマッドサイエンティストに無理なことなど一つもない。常に IQ170 を誇る灰色の脳細胞が完璧な計算を叩き出しているのだからな。そっか。でもね、たまにはボケーって休むことも必要なんだよ。そのことをね、忘れないでね、オカリ。岡部、おめえずいぶん暇そうだな。うちでバイトしねえか。今なら特別に月給ブラウン管1台で雇ってやる。Hell no! 鈴葉はいつ頃辞めたんでしたっけ？鈴葉？誰だそいつは。What? No, she's still... たった10日ばかりで辞めてくようなゆとりバイトの名前なんざ、とっくに忘れちまったぜ。おんどれ、紛らわしい言い方を。I was about to say, oh shit, I don't know how to fix the world then. せっかく俺が楽でいると思ったのによ。だから嫌なんだ、最近の若いのは。根性なしもいいところだぜ。Every generation says that. どうせ面接の時に言ってたブラウン管が好きってのも嘘だったんだろうよ。まんまと騙されちまった。橋田すずという人を知っていますか？懐かしい名前だな。おめえ知り合いだったのか？その人は今はもうかれこれ10年になるか。
人には随分世話になった。天涯孤独だったらしくてな、せめて俺が見とってやりたかったんだが。でもまあこう言っちゃなんだが、死に顔は穏やかだったよ。穏やか、自殺じゃないのか。自殺？お前それ誰から吹き込まれたんだよ。すずさんは病気で亡くなったんだ。根も葉もねえ話を信じてんじゃねえ。おめえとすずさんはどういう知り合いだったんだ。昔俺も世話になったんです。もう一度会いたいって思っていたのに。そうか、あの人が住んでた家は今俺が使ってんだ。位牌もそこにある。なんなら手を合わせに来るか。